最中とは、餅から作った皮で餡を包んだ和菓子の一種。皮は、皮種、菓子種、最中種、種物という。餡に、栗、牛皮や餅などを入れた代わり最中もある。最中の原型は、餅米の粉に水を入れてこねたものを蒸し、薄く伸ばして円形に切り揃えたものを焼き仕上げに、砂糖をかけた、半生菓子の薄焼きが時代を経て、 次第に現代でいう小型のソースせんべいに似た東に変遷したものであると言われている。これを使って餡を挟んだ菓子が江戸時代に考案されたが、その後も餡を挟む方法に改良が加えられ、明治期以降に現在の形の革が完成した。革の部分は元が菓子だったことから特別に革種と称されている。この革種で餡を挟んだ最中が、 やがて全国的に広められていき、現在では各地でいろいろな種類の最中がアメーカーとして売り出されている。皮種については生地を薄く伸ばすところまでは原型と同じであるが、現在は生地をローラーにかけて薄さ数ミリまでに伸ばし、一定の形に切り揃えた後、皮種専用の焼き型で両面同時に焼いていくと、餅のデンプンが膨らんで焼き型からはみ出るほどまで広がり、 軽くて、歯触りの良い皮種が出来上がる。また、もち米の粉に水を入れて熱し、それを練ったものを管に通して、焼き型に注ぎ込み、直接加熱プレスして皮種を作っていく製法もあり、これにより多彩な形の皮種を作ることも可能になった。皮種は、一般的に種屋と呼ばれる、和菓子材料の専門業者が製造しており、和菓子店へ提供している。 ごく一部の和菓子店では最中皮の製造も行っている。あんについては、小豆などいろいろな種類があるが、最中のあんは、皮種が湿気を帯びるのを避けるべく水分の含有率を下げており、その分、砂糖の量が多めとなっていることから、デリや粘りが強い。このあんを2枚の皮を合わせた状態で、隙間がなくなる程度に1枚の皮種へ盛り付けていき、 最後に餡を封じる皮酒を揃えかぶせて完成となる。皮酒がしけるのを避けるために、販売時には餡と別にしておき、食べる時に消費者が餡を詰められるようにした商品もある。池の面にてる月並みを数振ればよいぞ。秋のもなかなりける、周囲は歌集にある、源の順の歌を知っていた釘たちが、宮中で行われた月見の宴において白くて、丸い餅菓子が出されたのを見て、 会話の中で、モナカの月という言葉が出たことから、そのまま歌詞の名前として定着したという由来がある。江戸時代に考案された、最中の原型も、この話に基づいて生み出したと言われ、歌詞の名前も話そのままに、最中の月と命名されたが、後に円形でないものが出回り始めた後は、単に、最中と称されるようになった。現在は、 全国各地で作られ、土産や贈答品などとして販売される傾向にある。山賀道路を模した熊本県山賀市の灯籠も、中や路面電車を片切った東京都の都電も中、神奈川県湘南地域の江ノ電も中、大阪府堺市の陳陳電車も中、また富士重工業の自動車を片切った群馬県大田市のすばる最中、二輪レースで有名な森脇の森脇。 最中のなど、形状も様々で、中には、川岸は閉じ切れないほどの案を盛り込む横浜市の、木最中のように、常識的な最中の形から外れるものもある。宮城県では、仙台市に本店のある、白松がもなか、ことぶきの三色最中の2ブランドが名物で、両社とも、当該地域のテレビ CM だけでなく、屋外広告なども、盛んに行っているほど宣伝に力を入れている。 また、芝神明、栄太郎では、明治35年2月に、芝出身の尾崎紅葉に命名を依頼して、河の島最中と名付けられた貝の形をした最中が、現在に至るまで主力商品として販売されている。その掛け紙の図柄は、紅葉の金色野車で差し絵を描いた竹内慶州によるものである。二十世紀の初頭、日本による統治が五十年間続いた台湾には、 和菓子の製造技術も伝えられたため、現在も地元の菓子店で草餅、菜中、洋館などの製造が行われている。台湾で菜中は、菜中、または、菜中餅と呼ばれている。台湾の菜中は、あずきあんの外に、蓮の字、あんのものも一般的である。他に、台湾らしさのある、黒糖を使ったあんや、コーヒーあんなどの独自の新しい商品も生まれている。 川樹の形状は伝統的な円盤型のものが多いが、店によっては貝殻型などの個性的なものを作っている場合もある。ふところ汁こ。ありがとうございます。